みんなちょっと気になったんだけど、ここに右向きの高速レールを置いたらどうなるか気になんない？ちょっと叩いててみようか。やべ、名前が止まった。永久マトリックスだね。はい、どうもピョキです。今日もトロールコースター一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ドローミングトロールドリームということで、騙しの夢を書くということでしょうか。で、さっきのオープニングはあの騙しコース制作者テルルさんからネタを提供してもらったんだよね。で、このコースはそのテルルさんのコースなんですよ。めちゃめちゃ楽しみだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いや、トロールコースやるの久しぶりだね。1週間ぶりぐらいになるんじゃないかな。またバカスカやられまくるんだろうな、テルルさんのコースって。何でもかかってくるよ。開幕サカーだー。今日の動画ずっとテルルさんのことばっかり喋っていいかな。今までの DM のやり取りとか。ダメに決まってんだろ。わかんねえ方もたくさんいるんだからさ。ちょっと待って待って待って、まさか左から行こうか。上のキノコ様を取るんだよきっと。で、そのためにはまず魚を避けていく。そしてこのハテナを叩けばどこに出てくるんだ。もうわかったもんね。ハテナを叩いてすぐ左に逃げる。そして魚を避ければいいんだ。フラワー様、上を見ろ。さっきから上から何か降ってきてばっかりだ。上だけしっかり見ていけばさっさと攻略できるはずだ。さあ、フラワーを取って右のブロックをヒップドロップで壊せばいいでしょうね。本当か、本当にそれでいいのか。毒沼、分かってる分かってる。どうせあのロスも急に左に来て毒沼に落とすんだろう。だからマリン立ち向かー、いけーなんだこっちは、乗って帰ってんじゃねえか。もうやめちゃねえんだよ。もうこんなことするのが楽しいんですか、テルルさんは。見てルルさん、見てルル、テルルさんはもう今度から見てルルさんっていうことをしました。僕は絶対やられないか。なんだお前、こんなの簡単じゃないか。ドスの前でジャンプすればいいだけの話さ。ちょっと先を思うか。これ以上テルルさんにバカにされるのもあれだから、まあ、あなたが作ってきたトロールコースは見事回避されまくって、作った意味ないですよ。さ、もうかわしまくって、そんな感じにしていこうぜ。そしてここは右に行けばいいっていうわけじゃないのね。そのままで入れってことか。この土管は入れますね。この土管の先は何なんだ。捨てられ、絶対画面の前でバカにされてるよ。ピオキングっていうやつはやっぱバカだなって絶対に思われてるよ、テルルさんから。じゃあドアに入っていこうか。でもバカにされても何でもいいさ。こっから挽回聞くよ。ここは隠しブロックがなんかあるんじゃないの。貴様、落ち着こう。本来トロールコースってそんなに喋んなくていいんじゃないの。右行きます、上行きます、わーやられちゃったぐらいの感覚でいいんじゃないのかな。誰か助けて。みんな右下にヨッシーが生まれてると思うんだけど、あのヨッシー絶対に一発で取ってみせるよ。さっすぐにヒップドロップして行くぜ。よしこい、ヨッシーストーリーは突然に、あの日あの時あの場所でトルルと出会わなかったら、僕はいつまでも幸せな生活だよ。失礼だってそのいうのはさ。また DM でもう提供しませんからねって言われちゃうって。ごめんよテルルさんとか言うとでも思ったか。はだ。さあ、ここはねブラバが出てくるから右まで一気に行っちゃおうか。そしてこれがアイテムっていうことなんじゃない。キノコ様ナミヤ。じゃああのキノコどうやって取ろうか。一旦隠しブロック出すでしょう。そして、あ、上から行けっていうことなんじゃない。はい、どうもこんにちは。隠しブロック出すでしょう。で、左に行ったらいけないんだよ。ギリギリまで行ってもブロックは変わってくれないか。じゃあ H の右上の部分があるじゃん、あそこに行ってみようか。ここに行ったらよしよしよし。そしたら右に出てくんじゃんキノコが。このキノコを取っていけっていうことで、さあこっから右に進んでいこうか。いや、なんか出てくる。ほっ、おほほ、地獄コリコリになってた。で、これ左上行ったらダメだよな。うわ、すげえ気になる。一旦右上行ってみようか。こっちで合ってんじゃない。あ、なんか右ヒントっぽいの書いてたような気がするけど、オッケーオッケー。さあ、中間ポイント、普通に取らせてくれるようだ。やったー。そういや、最近さ、一発マリオ、マリオメーカー1も含めようかなって思ってるんだけど、どうかな。まあ、賛否両論あると思うんだけど、ネタがなくなってきちゃってさ。バレー！マリオメーカー1の一発マリオ、めっちゃ面白そうなんか多いんだよね。やっていきたいんだけど、ぜひみんなの意見も聞きたいなと思って。そして上の記録が取れるのか。これは取れるね。そしてすぐ下に行けばいいんじゃない。サンボなんか無視していこう。で、このカロンの甲羅はヒップドロップする。ヒップドロップしていこうか。ヒップドロップできないからここで投げるしかない。投げた瞬間すぐにジャンプだ。うせろー。
絶対右のハテナブロックが鍵だと思うじゃん。じゃあこのカロの甲羅を履いて上のオンオフかな。あ、2回してクリボを倒せば鍵は手に入れれるんじゃない。だから1回オンオフ、そしてもう1回オンオフしようと思ったけどカロの甲羅を失われてしまったよ。でも僕をなめるな。ここギリギリで壁キックすればオンオフができるんだ。見ててみんな、一発マリオメイジをなめるな。あとちょっとだぞマリ、絶対出た。なんでカロの甲羅がなくなったかなんだよな。持ったからいけなかったの。じゃあ一旦普通にオンして乗ってみようか。あー、魚が出てきてたってわけね。じゃあオンオフしてまた乗ってみる。これで鍵を手に入れた。でカロの甲羅を履いたままでよかったかい。それで合ってて、おお、よしよしよし、おやっちまった。いや、これ左上行けるんじゃない。なんかバーがあるじゃん。いけないです。もうさ、ボム兵がいるところは絶対に行かない方がいいと思う。画面の端ちょっと見えてるでしょ。ああいう場所はもう行かないようにしよう。じゃあ投げてみる。そしたらどうなる。そのシンプルな魚いいね。今日の天気マジで魚注意報。僕のためにこんなに魚設置してくれたんかな。いや、僕そんなにプクプク好きじゃないからな。マリオのキャラクターのグッズがあっても買わないランキング1位か2位に入ると思うよきっと。もうそんなところにファイヤーフラワー設置すんだった。これ上からいける。うわ、いけねえか。いや、左下でも怪しくない。あの恋のところ何か救世主があってくれ。はっ、生きてる。え、ここ何。ヒップドロップもう一回してみる。見た。うわ、どうしよう。これ右下のドアとさ、こっちのドカン。うわ、自分の位置か。こっちを信用してみようか。頼む、こっちで合ってて。サスじゃねえんだよ、助け。サス、アマンガスじゃねえんだよ。もういっけ。左の土管だったか。右のドアが急に現れるからさ、絶対あっちと思ってた。じゃあこっちが正解なんだろ。オッケーオッケー、そうしてこの下に行けっていう感じで。っていうか今日ドッスあんまいないね。僕ね、敵キャラでやられるんだったらドッスが結構好きだったりするんだけど。と思ったら左でいるじゃねえか。何をしてくれるんだいドッスよ。これ当たるんじゃないの。当たんないのね。じゃあ上のハテナブロック叩いていいのかい。は、今何が起きた。何か悪夢を見ていたようだ。ならスピンジャンプだったらこのドッスン回避できるんでねえの。さらに上のハテナブロックも叩けますよみたいな。俺の勝ちだ。負け。遊びながらやってるって思ってるでしょ。僕結構マジなんだからな。このハテナブロックを叩いてこっち側にアイテムが来るんじゃねえかなとか、そこまで考えながらやってるんだからね。そして裏につららがあるのが見えんだよ。しかもアイテムまで手に入れた。いや、このアイテム取ってっていいのかな。まあまあ取れるもんは取らせてもらおうじゃないか。そしてこの右上に行ったらダメなのかい。隠しブロックとかある。左上さ、フラワーとキノコがダメって書いてる。じゃあこっちは何なんだ。さっきのサスとかいう場所っていう感じでもない。知りたいけっぽいよ。パパって書いてる。やっぱりね、エテルルさんのコースにしたら珍しい。いや、これちょっとめんどくさいね。うわ、どうしよう。あ、見て見てみんな、右下にさ、これ簡単にやられるのがある。これ自分用だ。自分が楽しようとしてる。僕がさ、あんなん使わないと思って自分だけ簡単にやられようとしてる。テレさん、きっと右下使ったんだよ。うわ、ずるい。いや、でも僕があんなもんを使わないで絶対にやられてみせるさ。くっ、悔しい。いや、待ってね、これさ、どうしよう。これ蹴ってた方がいいのかな。まずこれを蹴ってて、それに当たるのがいいのかな。うわ、これ蹴っちゃったら被らない。あ、中身がいるから被らないのか。オッケーオッケー。じゃあもうちゃんとこれ、あのどんぐりさえ良ければいけるんだ。あの音符さえ蹴って、もうやめて。きっちりよ。とにかくってきついよ、この身体級。キュー、あと1回、あと1回でいいんだ。頼む、誰か来て。誰か、お前じゃないんだよ。これ一回取っておこう。一回全部どんぐりを処理しておく。どんぐり全部処理しておいて、こっからここから左、いい、よし、あと一回、あと一回、頼む。いや、じゃあ、やった。みなか、これが知りたい救命陣だ。ここではフラワーを取らない。チビのまま進もうか。もうそろそろ中間ポイントあってくれてもいいと思うんだよな。いや、もう絶対左行きたくね。何があっても行きたくないね。まあでも次は簡単にやられてもいいかなと思うんだけど。いや、これ面白いね。中入ってみたくね。あ、中入れないのか。じゃあここは一旦下に落としたら入れるみたいな。あ、これでも無理か。あ、
いや違うんだって、このドクロの枠に入りたいばっかりにちょっとミスってしまったね。じゃあ普通にジャンプして先に進んでいこう。これなんか出してくるんじゃない？ここ駆け抜ける、ちょっと先見ていいかな。あのガリガリんところまで駆け抜けていいと思う。でここでちょっとブレーキちゃんまけ。いや右のガリガリがあるじゃん、あそこ左上絶対貫通すると思うんだよね。で当たるみたいな、だからブレーキしないといけないと思う。よしよしよし。そして次はこのメットをかぶ、いやかぶらないでいこうか。多分上のオンをすると思うんだけど、左向いたままジャンプ。よしよし。で押した瞬間すぐにドカになる。やったわ。さあ中間は順位やゴール、ゴールか、一発でいけるよ僕は。さあオンを押した瞬間すぐに右出して、ゴールを僕にくれ。今日のコース可愛かったね。まあテルルさんのコースって可愛いコースが多いんですよ。まあそういうフィルターがかかってるのかもしれないんだけど、テルターがかかってるよ。さあ大押しで僕は一体何もしない。ゴールか、本当にゴールさせてくれんのか、テルルさん僕は信じるよ。ああああああ、よしゃー。いや今回も素敵なコースありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、そり立つ壁ということで、久しぶりにそり立つ壁のコースやるんだけど、このコースはどうやらオンオフをしながら登っていけっていう感じのコースっぽいんだよね。でこの制作者さん、アスカさんって言うんだけど、めちゃめちゃ難しいコースばっかり出してんのよ。そんな方が説明文にベリーハードって書いてるから、めちゃくちゃ難しいんじゃないかな。まだ誰もクリアしてないしね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いやこのオンオフで上に上がっていくやつって初代スキンだったらそんなに難しくないのよ。ユースキンだったらどうかだね。ユースキンでやったことないかもしんない。で時間は30秒、めちゃめちゃ反り立ってんな、この反り立つ壁。とりあえずオンオフしていこうか。これ何個ぐらいあんだろうな、ちょっと難しくない？2個目届かないんだけど。あ、こっからやってった方が簡単かもしんないね。こっからジャンプ、うわちょっと勢いがいる感じ。いや難しい。しゃがみでいこうか。しゃがみでちょっとでも左に行けるように。うわむずっけこれ。うわ全然いける気がしねえ。これさショートカットできないかな。上のオンオフがあるじゃん、あそこに壁キックしてすぐジャンプみたいな。うわなんかできそう、ずれてきそうな気するわ。ちょっともう一回やってていいかな。ここで壁じゃんからすぐジャンプ。うわできそうでできない感じかな。出せー。もう正規ルートで行こう。一番下からちゃんとジャンプしながら行けばいいだけだと思うんだけど、タイミングがマジでわかんねえな。これリカバリー効く？なんか今しゃがみジャンプしてった方がしやすかったかもしんない。まず一番下オンしとくでしょ。でこっからしゃがみジャンプ連打みたいな攻略を見つけたぞ。もう分かっちまえばこっちのもんよ。まず一番下叩く、そしてしゃがみジャンプでタイミングよくどんどん上に行けばいいだけ。それを繰り返していつか行けるんだ。くーほんと難しいこのタイミングが。でもね時間は結構あるから何回もリカバリー効くんだよな。いける気がして、なんか4つ目、こっからねマジで上に行けないんだよな。ちょっとごめん、ガチで集中させて、無言になるかもしんない。なんで行けないか見てみるわ。いやーなんか左に行きすぎてんのかな、なんかそんな感じしない。あのブロックに挟まれてジャンプできると思うんだけど、そのブロックにすら挟まれてないみたいな。だから4つ目でちょっと右入力してみようか。まず一番下オンオフ、そして4つ目の時に一瞬だけ右入力入れてみるわ。コカッカッカッコケコカ。もう分かったもんね、生き方さえ分かればこっちのもんよ。ワンツーワンツーワンツー、ほっほっほっ、やったー。やっぱりいけると思わなかった。これね何回かして思ったんだけど、やっぱり初代スキンより上がるの難しいね。ユースキンとかの方がタイミングシビアになってんじゃないかな。すごいコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。